はい、2016年、ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩尾先生です。今回300万 の、 あのインジケーターの説明で、バージョンアップの説明です。60% 投資数シグナルが990個出てます。平均1個あたりのシグナルのピップスは 0.189 ピップスとなってます。でこのライン数ですねが3000となってます。40.1% の10個の取引、はマイナス 2.450 ピップスの利益ね、ピップスであるということですね。それで、ライン数は34で分析しています。というのは最近のね事情のシグナルの10個、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個だけをピックアップしてね、勝率を出しています。それと全体のこの3000ラインですね、が 60.0%990個のシグナルがあるうちですね。それが平均ピップスが 0.189 ピップスとなっているわけですね。全部だとね、これですね、全部だとそういうふうに出ているわけです。で最近のこの勝率10個だけをピックアップしたのはこう10個ですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、この勝率が 40.1% で勝ち越してないんですよ、ここね。こういう時に取引しない、ね、取引しない方がいいんじゃないかということで、ね、今設定しているのは 60% 以上じゃないと、両方がね、ここは 60% 以上、ここは 60%、残りの、ね、ここの勝率、全体の勝率、今のところ 60% 以上にしてるんです、両方をね。後半の勝率とね。全体の勝率 60% と後半の10個のシグナルの勝率が、ね、現在40ですので 60% 以上なんて両方通らないんでシグナルが出ません、ね、この時はシグナルが出ません。それからこれも 60% 全体のライン数、ね、全てのライン数3000ですと 60.9% しかで OK なんだけど、ここの10個、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、負け越してるんですね、これ 40.1。平均ピップスがマイナス 3.110 なんですね。こういう時はもう、ね、悪い時のサイクルだから、ね、ね、60% 以上じゃないから取引をしないよということにし、分析を入れました。これもダメですね。これもダメです。いいのは、これだけですね。今んとこ 60% 以上なのは40、50でしょ ?50、55、30ですからね。上は 60% 以上いってるんですけどね。で、これしかないわけですね、今ね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ということでね。これ 60.1% なんですね。で、ここ大負けしてるから平均マイナスになってますけども、勝率は60% 以上なんで、まあ、いいんじゃないかと、ね、いうことなんですね。10個の取引数、ライン数が30個ですね。で、分析してるんですけど、10個のシグナルね、まで分析。最近の勝率。だから、この時は、ね、マイナスでも、いいんじゃないかというようなことですね。ピップスが平均ピップスのマイナスでも、こう大きく負けてるんですよ、これ、シグナルで。あーっと怒ってるんですよ、こう負け越してるんですよ。1回の負けが大きいでしょ。だからマイナス出てるんだけど、他は平均値いいと思うんですけどね、この1回のひどさがあるんで。ただ勝率は上がってるんで、ね、いいんじゃないかということですね。で、今思い浮かんだのは、こういう60、60で、これマイナスで、マイナスであるという
平均値の方が後々いいんじゃないかなっていうような感じも思うんですよね。勝率 60% 以上でね、ここはマイナスのフィットスの方がこう一回落っこってガチャガチャするような感じだからね、勝ちやすいっていうことはあるわけですよね。まあ見ながら、表示見ながら、これマイナスプリンってあるかなということでね、メリットはいいわけですね。まあプラスもいいしょうがないとは思うんですけどね。これマイナスの設定もできるんだけどね、入れればプログラムにね、どうするかですね。まあ現在そういうふうに2段階のね、勝率を正確に分析できるようにしました。デモではね、ちょっとまだ用意して、いいかな。USDJPL だからいいと思うね。まあ、2つね、用意しました。有料だからいいですね。でこのように2つパーセンテージ表示ね、をするようになしましたのでね、正確性が良くなったんじゃないかと思うんですね。で、あとね、これ、5分足でも OK です。で、まだ5分足テストしてないんですね。これで30秒、ファイナルオプションですね。ここに出てくる。まあね、出てくる。こんなに出てくるわけです。今が。ね。今の現在の、これトータルですね。上のね、シグナルがこうですよと。ね。出てくるわけですね。これ最近のシグナルの方に表示させようかな。ね。ここのとこね。これちょっと修正しましょう。まあそういうことでちょっとまた修正しないといけないんで、こういうふうな投資ですね。5分足でも OK ということね。これちょっとまだ5分になってないけど。ね。ちょっとまだわかんないです、5分足のはね。5分足のはちょっと勝率いいんですよね。これはどうだ。これダメになっちゃうな、5分足。これ7で、これはいいですね。そのプラスターが、こういう時は非常に勝ちやすいってことですね。60% 以上、60% 以上、70% ですかね。これも 70% ですね。60% 以上。2つが 60% 以上だったら取引させようということですね。これはよく見えないな。20% が最悪だな。ということですね。だからうまく上がったり下がったり取引させるというその最近の状況ね、のパーセントと全体の勝率のパーセントっていうのはきめ細かくわかるので、2段アンドですね。ですから、より正確にしました。すごいでしょ、こういうの。意味わかるの、シグナルでちょっと狂ってる時、最近の知っとくっていうのは大事なわけですよね。それに対して、ちゃんとこの最近の分析できてるわけですよ、このパーセンテージが。70.1% なんですよ、ね、最近のはね、10個は。シグナルね。全部は、994個はね、63.5% ですよ、ということね。ね。だから、伊達になってないですから、このインジケーター。ね。単純に処理してませんから、ここら辺は画期的なんですよね。ね。まあそういうような、秘密兵器ということでね、ちょっとまだまだたくさん秘密兵器は内部に持ってるんですけど、わかりやすくね、この表示出てるね、秘密兵器の、ね、これは大事な、でこれがあることによって全然違います。勝ち負け全然違ってきます。そういうことちょっとね、2つね勝率が出てるんですね。最近と全体とね、これも全然違いますからね。どうもありがとうございました。